皆さんごきげんよう、ヨネジーです。今からユッケに電話してみたいと思います。前コラボした時に LINE 聞いてたんで電話してなんか適当に質問してみたいと思います。出るかな。お疲れ様です。今大丈夫ですか？おっしゃー、ちょっと忙しいとこすいません。ちょっとユッケのパワーをまた何か借りてさ、少しでももう一回バズる経験してみたいなって思って。そう、利用させて。いいよ、ありがとう。質問コーナー的な動画にしていい？これいい。ちょっと突っ込んだことも聞くけどいい？結構ビビっといて。あ、ユッケにビビるなんて言葉ねえか。ごめん。そうなの。まあ、俺も相当ビビりで、今ユッケに電話してるの相当ビビりながら喋ってるのはもう伝わってると思うけど。そうだね、俺もやめたいけど、なんとなくちょっと楽しいから、せっかく得たものだし一応継続してもいいんじゃないって友達に言われてるからやってるだけなんだけど、まあそれくらいでいいと思うんだけど、やっぱ副業がちょうどいいかなっていう感じでな。じゃあちょっとさ、順番に質問してっていい？これさ、どうせさっきも言ってたけど、俺のチャンネルなんて誰も見ねえよってさっきふざけながら言ってたじゃん。まあそれガチで誰も見ないと思うから、ここはさ、もう何も気にせずガチでズバッと言っちゃってよ。じゃあさ、まずちょっとジャブじゃないけど、トモヤについてガチでどう思う？ガチでうん、お前今でも結構否定的じゃねえかよ。つまんねえなって思ってた。うん、あの時は、うん、ヨネジーさんと会った時はだからつまんねえなって多分思ってて、うん、でこう徐々に、うん、やっぱ戦わない理由がないから。あ、そっか。うん、やっぱかっこよくないなって思っちゃうね。言うね。いいよ。そうだね、盛り上げたいって、まあその彼なりの盛り上げ方があると思うけど、そういうのを伝えてなんぼだと思うんですよ。まあこういううざいやつがいて、そういうのも倒せる、そういう準備ができているためを見してなんぼだと俺は思うんですよ。うん、そうだね。だからこうなんか一周して、まあでもやっぱ彼なりの盛り上げ方があるんだなって思いつつも、まあ、でもやっぱやらない意味ねえよなみたいな。まあそうだね。なんかやっぱりどうしても負けるイメージを持っちゃってるのかなって思っちゃうよね、俺としては。まあ俺はそう思っちゃう。あ、じゃあそれありがとう、結構ズバッと言ってくれました。ちょっと待ってください、もうちょっとお付き合いください。ちょっと待ってください、ユッケさん、僕に結構慣れるのはいいんですけど、ちょっと頑張った、もうちょっと頑張らして。あとね、 6個ぐらいある。あ、ごめん、ちょっと本当に許してください。僕仕事終わるのが相当遅いんですよ。この前のさ、代々木公園についてのさことをちょっと語れる？言わんでもいいけど、それはそれなし。じゃあ代々木公園についての、あの子供や老人が使えないヤンキーが占有してるとかいうことについて、まずヤンキーじゃないじゃないですか。何か、まあ終わった話だしね、ちょっとぶり返して悪かったね。なんか、だから別にそういうあれじゃなくて、なんかその別に騒動があっても、そういう騒動中でも別にどうでもよかったし、そっか。ゆっ、わざわざ、うん、そう思った自分の思いを、ね、持って帰って SNS にぶち込んだわけでしょ。そうだね。もう相手にするあれもないもん。だからムカついて俺もああいうクショで書いたけど、
だ。尖っとるな。じゃあさ、次は、今度ワンワン大会みたいなのあるらしいけど、ケイタさんには勝てると思いますか？余裕だよね。余裕っすか。うわ、俺ちょっとケイタさんと当たったのって相当相性悪そうだなと思ったんだけどね。悪いよね。悪いよね。ぶっちゃけ頑張ってほしいって俺思った。でもね、マジパワーでくるよな。やっぱ僕もね、勝つために生きてますから。そうだね、勝負はやってみないと分かんないしね。そうっすよ。どうせなら優勝してほしいな。勝つけど優勝するか。あ、そっか、するんだった。聞くまでもない。っていうか啓太さんともやるのもすげえ面白いけど、俺としては本当に千尋さんとやってほしかったって思うんだけど。千尋さんとのワンワンは本当に見たかった。ほんまに見たかった。ほんまに見たかったよこれ。千尋さんとユッケのワンワンは。いや、マジな話。うん。千尋さんに多分今までワンワンやって。うん。5勝20敗とかっす。あ、そうなんだ。俺あんまサムシティ詳しくねえんだけど、いっぱいやってんだ。まああれっすね。まあ代々木で、代々木で。あ、代々木でか。あ、へえ。動画は撮らせてくれないんだ。いや、じゃあ千尋さん、夜しか来ないから。あ、そっかそっか。そういえば俺も昔代々木行ってた時、千尋さんは夕方からしか来ないとかなんか聞いたことある。見えない。あ、そっか。なんかセンタープレイみたいなポストプレイでワンワンしたりしてるの見たことあるけど。あ、そう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 。じゃあさ、あと2つぐらい聞かせて。はい。長野県のやつに聞いたんだけど、この前、ついこの前諏訪湖に来てたらしいけど、何しに来たんすか？いや、俺今富山県だけど、長野のやつがね、ちょっと知り合いにまだいるのが、はい、で、よく来てたらしいって聞いて。実は、うん、いい質問ですね。おお。これはチェックが浅いっすね。そう、諏訪湖に来てたんで終わっちゃうあたり。うんうん。なんか、いや、もう、親父さんがめっちゃ近くまで行ったっす。え？そこの隣ぐらいまで行ったよ。あー、マジ岐阜みたいな。まあ、石川県なんですけど。石川か。能登？能登ってどこだっけ。某 B リーグの富山県に行ってきます。マジか。へえ、面白いね、そのタイミングでこの質問。さすがです。いや、ちょっとネタを仕込まなあかんと思ってね、急遽ね、いろいろ聞いてきたよ。でも最後ね、え、そこ触れないんだ。あ、ちょっと触れた方がいいんか。俺ちょっとノリが分かんなくてさ、バスケ野郎たち。何触れたらいい、逆に教えて。いや、大丈夫大丈夫。はい、次最後いきます。それは結果はどうだったのとかも出たの？ない。あ、じゃあ感覚的には、うーん、まあ自分のいい感じにやれたとは思うんですけどね。え、じゃあなんか B リーグで見れる可能性もなくはないってことになってきたってことか。うーん、まあ、でもやっぱりそのチームとか、まあ今年2つ受けたんですけど、もうチーム、うん、まあ、どっちも一応最後のピックアップまで残って。マジか。うん、まあ、あとは本当あれですよね、そのスタイルだとか。ああ、でも俺はね、B リーグにいてもね、通用する気しかないから。ああ、ちょっと体格がってのもあるからね。俺はもう関係ねえからズバズバ言っちゃうけど、いや、まあ、俺はユッケはストリートでやっててほしいなと思うけどね。俺 B リーグ見ないもん。そのストリートマインドを B リーグに持ち込むっす。マジか。それででも、うん、おお、まだ分かんないし、とりあえず暇だったから、うん、受けてました。なんか試合とかなくなって、うん、なんかプロってそれが仕事だから、うん、試合をしなきゃいけない強制じゃないですか。うん、例えばコロナとかになっても、うん、もちろん感染のことを考えた試合がなくなるときはあるけど、でもそれが仕事って考えたら、うん、本当に素敵な職業だなと思って。うん、なんか今年やってみたいってちょっと前から言ってたし、うん、で、まあね、まあ結果がどうであれ、ね、どうもこれからやっぱプロになりたいって思うかもしれないし、うん、ね、冷めて、あ、いっときの感情だったんだってなるかもしれないし、うん、うん、まあ分かんないですけど、とりあえず今年は受け取りました。そっか、やるな、動くね。そっか。
もう本当に動く人だね。受かるといいね。ただ受かっちゃったら受かっちゃったでまた世界変わるし、でもスポーツ選手生命としてはそんなに長くもない気もするけど、ただプロになった経験によって YouTube は多分バーンと跳ね上がると思うけど、 YouTube だけじゃなくていろいろと人生変わるでしょ。そうだね。そっか、変わるというかね、違う意味、いい変わるとかじゃなくて、ただ方向が変わるだけ。そっか、このタイミングでまだ分かんない状態でかけた、俺すげえいいタイミングだった。これでもし受かってたらっていう、まあまあ、あんまりあれ言っちゃあれだけどね。まあでも受けるだけすごいよな。そうだよね。最後のピックアップ残れただけでもやっぱり化け物なんだな。ああすごいね。俺もぶっちゃけ世間知らずだったから、昔 BJ リーグのトライアウト受けただけっていう経験をしたことあるから。始めたばっかの時のクッソ下手だった時にね。まあ受けただけね。まあ要はそんな話は、俺はクソです。はい。で最後の質問でさ、ちょっと聞きたいんよ。最後でこれオチみたいなもんだけど軽く答えてほしいんだけど、ひょいっと真実答えて。あのさ、サムシティってさ、なんだろう、ファンとかやっぱいっぱいいるらしくて、ユッケにも女性ファンとかいっぱいいるらしいやん。その女性ファン抱いたことありますか？はいか家でひょいって言っちゃって。いえ。嘘つくなよ。本当か？本当に？本当にない？本当にないの？いや、これは完全に仕込みであって、俺これね、何が面白いか分からんねんだけど、なんか聞いた方がいいみたいな。ないですか？え？ないと思う。これはないと思うって答えはさ、もう言っちゃったようなもんな気もしちゃうんだけど、分かんないけどね。どうなんかね、やっぱモテるんやな。抱いたことあるんや。抱いてない。サムシティ選手。え？あ、ごめん。え、抱いたことないと思うってのはどういうことだ？なんか難しいけどさ。だってさ。何が難しい？かもしれないんだ。そっか、まあ、そこは濁されましたということで。わかんないね。やっぱさすがのユッケもそこは濁すということでいいですかね。はいかいいえかは答えてくれま、いいえかなのかだと思うんだ。なんか最近めっちゃバスケ好きなんですよね。今何歳だっけっていうか。今24になります。あ、マジか。俺ねこの前37になった。やば。37になった。めっちゃおじさんっす。そうだね、もう40だ。俺8生まれだからさ、この前だよ、マジで。よさです、おめでとうございます。ありがとうございます。24歳、やばいね。クソガキじゃねえか。これからだね。マジボコスだ。わかりました。じゃあちょっと質問答えてくれてありがとう、こんな夜中に。はい。じゃあこの動画終わります。ありがとうございます。大迷惑とか言って楽しかったろ。ありがとう。じゃあね、バイバイ。楽しい会話ありがとうね。バイバイ。ちょっとこの電話は切らないでね、カメラ切る。バイバイ。